はい、どうもこんにちは、リクです。本日は間もなく解禁されるパラドックスポケモンについてです。パラドックスポケモンの中でも特に新環境で活躍が期待できる3ポケモンの強みについて解説をしていきます。1体目は鉄の武人。このポケモンは A130、C120、S116 とトップクラスに高く対面性能抜群、技も安定打点のインファイトにムーンホース、後続に負荷をかけられる叩き落とす、先制技の陰打ち以外にサブウェポンも豊富で技範囲も優秀、変化技もこれでもかと優秀な技が詰め込まれています。タスキ道連れで対面性能抜群の型、弾両刀で受けを破壊、粘土両壁の起点作成など5万と型が生まれるでしょう。2体目は羽ばたく神。 CS どちらも135と全ポケモンの中でもトップクラス、ハーフ号よりも火力があって S135 のポケモンがミミッキュと同じ技範囲を持っているというとその強さがより伝わると思います。さらに挑発、置き土産、電磁波と変化技も優秀、エアリーと特殊打点の少ない現環境で大活躍するでしょう。3体目は鉄の毒牙。このポケモンの強みは上から特殊効果力を押し付ける力、あのウルガムスよりも C も S も高く、生きるシーンがあまり多くなかった虫タイプが毒タイプに変わっているのもかなり美味しいです。一方、蝶の舞は覚えません。ガモスよりは崩し性能では劣ると思いきや、なんと相手の D を2段階下げるアシッドボムを覚えます。特殊受けを許さないこのポケモンをぜひ使ってみてください。いかがだったでしょうか。今回活躍するかどうかで注目したのが2点、フェアリータイプと特殊打点です。現環境はゴツメが大流行することからも分かるようにかなり物理環境、そこを崩せるような特殊効果力を持ったポケモンはかなり期待できます。シーズン1上位50人のフェアリーテラスタイプ使用率はなんと 130%、 1パーティー1体以上フェアリーテラスタイプのポケモンがいることになります。現環境に強いフェアリータイプが少ないためテラスで補う形が流行しています。このためパラドックスの高習得値フェアリータイプは間違いなく活躍するでしょう。またパラドックスポケモンはステロやアンコールをもらっているポケモンも多いので起点役の選択肢が広がることも考えられます。紹介したポケモン以外にもパラドックスは尖った性能を持っているポケモンが多く、どのポケモンも活躍の場がきっとあるのでぜひ使ってみてください。それでは今回はここまで。もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメントなどなどよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。